朝の光は純一の女ディスが面白いって言ってた。そういう女ってほんと大抵ダメだね。何やってもうまくいかないと思う。なんかそういう浅はかな考え持ったやつが漫画がやってるってことに俺憤り感じてるね、今ね。売れてねえだろうなって。まあ、ネルさんの側近だからなかなか言えねえけどね。一番痛い女のパターンだよね。で、朝の光って女の子だよね。ちょっと待って、まず女の子だよね。女の子だよね。まず。女だよね。32歳だろ !32 歳だろ結構じゃあ、なんかお年を召してる方なんだ。俺先輩だったんだ。俺24ぐらいかと思ってた。香川のお気に入りでもある。なんか、あれだろ、その、なんかその、その辺の、なんか、どれくらいだって、興味出てきたよ。なに?ネルさんの書き垂れでもあり、香川の書き垂れでもあるの。ってことは、俺は逆らっちゃいけねえじゃん。やめます。正式になんか俺も参加に入ります。暗黒イヤンプでもある。あ、そうなんだ。あ、なんか緑さんとかの界隈の人と、でもわちゃもさ、登場人物が多すぎて把握しきれねえんだよな。代表作は何なの?漫画家なんでしょ?代表作は何なの?代表作。夜の光の名前で FC2 アダムやってるじゃん。そんな、なんか、嘘はいらないです。少女漫画書いてんだ。へぇー。じゃ、名前主とかじゃねえんだ。ちゃんとしたなんか、あ、グラビアやってたんだ。へぇー。元女子アナなの?どんだけいろんな顔持ってんだよ。マルチタレントみたいな感じ?マルチタレントみたいな。本当にあった愉快な話、芸能ズキュン。っていうのがあれなんだ。売れないグラビアは痛い 方に行く。青学グラビア漫画家、ああ。一個だけじゃ悪口言っていい。え、じゃ、浅野先生もう先生付けします。先輩だしね。え、浅野先生、俺の悪口言ったんだけど、俺も一個だけ悪口言っていい。一個だけ、もうどうしても言いたい悪口一個だけあるから。これちゃんと本人に届けといて。あのね、ま、大学時代に、まあ、チヤホヤされたんだかわかんねえ。勘違いしたんだかわかんねえよ。でさ、グラビア始めるじゃん。で、水着になって男にチヤホヤされんじゃん。ほんでさ、年取ってくると、男から相手にされねえじゃん。な、別に見た目しか見てねえから。それで、漫画家に転校するわけじゃん。食えなくなって。なんとかグラビアアイドル時代も、男のチンポコしゃぶりながらな。権力者に媚びて枕して、多分仕事取ってたんだろうよ。ほんでなんかその、人気なくなるじゃん。どん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 、法令線も深くなり、目尻のシワも深くなり、要はそういうな、枕営業もできなくなるわけよ。それでね、それで、あの漫画家になるわけ。それで一気に、なんていうのかな?いや、マジ、女の子っていいよね、みたいなことを言い始めてると思うの、俺。なんでかっていうと、男で相手されねえから。で、結局ついてくるファンは、なんていうの、そういう時代の幻影を追っかけてきた男のファンだけだから、女に支持されねえから、そんな女。結局支持され、ついてくる、男のファンだけだから、漫画も大して売れずに、結局緑さんのチンポをしゃぶることになるってことでしょ。っていう認識だけど間違ってない。で、私、本当に今世界、仕事充実してますっていう感じで、それでなんかなんていうの言ってるけど、実は FC2 アダルトで裸にならねえと金がねえ女っていう認識なんだけど合ってる。で、これは俺の想像だけどね。だって普通さ、やらねえじゃん。やらねえよ。いや、これはね、お互い悪口、じゃ向こうが言ったんだから別に俺も言っていいでしょ。そんな女って女に支持されねえのに、お前何偉そうなこと言ってんだっていうふうに俺思っちゃうね。悪い、一気ま一個じゃ流れない。俺の今、流れじゃん。いやでも違えんだよ。緑さんとかと仲いいんだったらあんまりさ、俺、仲間だからさ、あんま悪口言いたくねえんだよ。
なんでお前が少女漫画描いてんだって。え、だったらさ、観音小説とか書きゃいいじゃん。自分が見えてねえんだよ。だから売れねえんだよ。お前10年後楽しみにしとけと俺思っちゃうの、そういう人って。今まだ、男の視聴者がついてると思うの、俺。グラビアアイドル時代の。だから食えてんだよ。お前40になって相手されねえぞ。今のうちから、エロス杉本綾路線で売ってかねえと。で、偉そうなこと言って、な、人の悪口言って、最低じゃん、人の悪口言うのって。最低だよ。なんでそんなひどいことすんの？傷ついた人間がここにもいるんだよ。最低だよ、はっきり言って。最低。俺絶対買わないからね、そんな人の漫画俺。買いません。人の悪口言ってるんだったら。逆に年取って女で支持集めてるやつすごいよな。女が女の支持集めるってめっちゃ難しいと思う。だってまあ、モデルとかでしょ。すごくねえな、大して。大してすごくねえ。全然すごくねえ。前言撤回します。浅野先生の方がすごいです。そっちの方がだったら。沢地エリカ女人気あるね。昨日の浅野の配信ちゃんと見たか全力で順に謝ってたから、なんか余計ダメだなと思うな、そんな。そんなさ、FC2 アダルトで人の悪口言っといて、あれ、それで、なんか意味ねえわ。嫌いになったわ。すごい。言わなきゃいいのに、じゃあ。そんな覚悟もねえんだったら。浅野光の友達でもやめようぜ。俺、みどりさんと香川さんのこと好きだからさ。人の彼女にあんまり悪口言いたくねえんだよ。ネルさんに謝れ、本当にすいませんでした。でも俺、ネルさんは大好きです。でも悪口って言ってもお前の見た目だと別にいいじゃん。そんな、言われたらやっぱ全部全てを前に、もう受け止める覚悟がなきゃダメなんだよ。FC2 は本当なの知らない。なんか僕の視聴者の言うこと皆さん当てにしないでくださいね。多分もう、ものすごい誤った情報も入ってきてますから。夜の光はガチであった。いいじゃん、でも別に。だから父脱いで稼げるうちだけ稼いときゃいいんだよ。マジで。それがなんか正しい生き方だろう。正しい生き方。浅野の乳首の動画送るわ。ちょっと送って。ちょっと見たいわ。大切しか、そいつ、乳首まで出してんの？水着じゃないの？乳首出してんの？いや、イベント着なよ、じゃあ。なんだよ、俺じゃ勘違いしたら、なんかさ、俺さらに言うと、大した、俺、なんていうの、大した体もしてないのに、なんか、もったいぶっててめえ乳首とか隠してんだろ、突き抜けろよって言おうとしたんだけど、そこは突き抜けてんだ。なんだよ、じゃあイベントで、共演してください。なんだよ。悪いやつじゃねえよ。事故って出ただけだよ、実は。そうなんだ。下まで。1分100円で有料やってる、結構高えな。お前全部見るときいくらかかんだよ。60分でいくら6000円。ふざけんなよ、てめえ。お前1時間6000円は高えよ。見てやるからなんかちょっと1000円ぐらいにしてくれよ。60分。1000円にしてください、先生。1000円にしてください。女優のこと考えない、自重するな、家だから言ったじゃん。あ。なんかだからさ、今探してるんだよ、俺は。有能な。FC2 アダルトでボロ儲けしてるぞ、まあ。だけど、もうそれが、だから、そっちに特化してやればいいのにね。だからもう、あれなんだよ。俺がだからアドバイスすると、じゃあ、上半身でもっと稼げる方法を浅野先生に教えるから、俺が。俺人生のアドバイザーだから。まず、上半身服着て、あれだろ？漫画を描き、ニコ生で漫画を描きながら、FC とアダルトで下半身もうすっぱだから小陰唇を見せながら配信すればいいじゃん。で、今、
ニコ生の、あの、植え込め、主込めで、こっちでお股見せてますっていう風に、アダルトで誘導して、バンバン、とんでもねえぐらい稼げんぞ。もう俺でも課金するわ。マジかよっつって。それしかねえだろうが。天才だろ？ダブルワークだよ。で、漫画頑張ればいいじゃん。ただ、女代表みたいな漫画描いてたら俺これからも叩き続けるけどね。もう一回、お前、俺に見つけられたらどう、俺マジで、あれだよ。本当に、面白いって思ったら俺もう、これはもう仕方ない。もうあなたの責任だからね。俺面白い。あなたが面白いことするたんびに俺はもうネタにするからね。ごめんなさい。もうゴミ女の話やめないかすいません。俺も熱くなっちゃってすいませんでした。あ、下水系漫画なんだ。あいつお前の見た目をディスってる。俺も、見た目、まあいいや、もういいや。宣伝したくねえよ、なんか。やめます。この放送が、じゃあそういう浅野、そんな浅野先生が気になる方は香川さんの放送で聞いてください。俺、香川さんの宣伝をしてもいいから。浅野光にディスられてたけどどういう心境ですか？俺動画見たよ。大して悪口言われてなくてなんか申し訳なくなったわ。なんか、すごい申し訳なくなったわ。なんかすごい、冗談半分で言ってたのになんか、妄想が膨らんで、女の子相手に悪口言っちゃいました。この場を借りてもう謝罪申し上げます。35倍ぐらいに返しちゃったなと思って。しかも結構顔好みだったっていう。なんならちょっとこれを機になんかどっかで共演できねえかなっていうぐらいの。しおれてるしなんか一回ぐらいやらしてくれるんじゃないかなっつって。相当傷ついてた。マジで。ごめんなさい。許してください。お前と他の配信者に関心あるの？いや、なくはないんだよ。そういう興味がある人に対する関心はあるんだけど、最近一番関心があるのは浅野光ぐらい。割かしいい顔してたからっていう。ぐらいかな。でもやっぱさ、知りたいじゃん。同じさ、ニコ生でやっててさ、どういう人が人気なのかなとかさ、勝ちたいじゃん、そいつらに。モコウとかクソほど興味ねえよ、俺、マジで。最下位だよ、俺の中でモコウへの興味は。本当に興味ないよ。あいつがなんか、何の放送してるんだろうとか。はぁー。え、浅野先生って AV 女優なの？嘘でしょ？元 AV 女優なの？違うでしょ？グラビアアイドルなんでしょ？あ、そうなの？嘘でしょ？グラドルでしょ？違うよ、多分ね。